伊勢谷雄介逮捕で、末光警察、DVD 化は、セクゾ中島健とは、キンプリヘイヤシヨーファン祈る。俳優の伊勢谷雄介容疑者が、2020年9月8日に大麻取締法違反の疑いで、現行犯逮捕されたことは、日本のエンターテイメント界に衝撃を与えました。しかし、この逮捕は、ジャニーズファンの間でも波紋を広げています。なぜなら、 ジャニーズグループ、セクシーゾーンの中島健人さんと、キング、リンチェプリンス、平野耀さんが共演し大きな注目を浴びたドラマ末光警察ミッドナイトランナー日本テレビ系の DVD 化予定されているからですです。この記事では、伊勢谷容疑者の逮捕がどのようにファンに影響を与え、DVD 化に関する懸念が広がっているかを探ります。 末光警察ミッドナイトランナーとは、末光警察ミッドナイトランナーは中島健人さん演じる本間界と平野志陽さん演じる一ノ瀬次郎の警察学校の生徒二人が学校で得た知識などを武器に難事件を解決しテイクストーリーのドラマです。伊勢谷容疑者は、 この作品において二人の警察学校の教官役で出演し、2020年9月5日に最終回を迎えたばかりでした。このドラマは中島さんと平野さんのファンから熱い支持を受け、二人の努力や演技力にも注目が集まりました。ファンの懸念。伊勢谷容疑者の逮捕を受け、中島さんと平野さんのファンたちは、ドラマ、末光警察ミッドナイトランナー。 の DVD 化に対する不安を感じています。なぜなら、ドラマには中島さんと平野さんが体を張るシーンが多く、二人が出演したテレビ番組でも役作りへの情熱を語っていたことから、作品がお蔵入りにならないよう望んでいるのです。ツイッターを見ると、ファンからは以下のような書き込みが殺到しています。絶対精密警察ブルーレイ、DVD 発売してもらうんだ。 ケンティーも仕様ちゃんもめちゃくちゃ頑張ってた作品なのでどうか販売をお願いしたいですをクライリーになったら絶対許さないこれらのツイートからファンが作品の DVD 化を絶望していることが伺えます。彼らは中島さんと平野さんの演技に対する愛情や期待からこのドラマが形として残ることを願っているようです。心配の拡大。 しかし、ファンの心配は作品の未来に関するものだけに止まりません。ツイッターには、末光警察の円盤化の心配よりも、そういう人と知り合いで付き合いがあった仕様や、ケントに悪い影響を与えてないかの方が心配、といった、中島さんと平野さんへの悪影響を心配する声も寄せられています。 また、潮君とケンティーのメンタルが心配、誰かケント君と紫陽君にケアできる人がそばにいてくれてますように、といったメンタル面への配慮も現れています。これらの声からわかるように、ファンは俳優としてだけでなく、中島さんと平野さんの健康とメンタル面にも気を配っています。伊勢谷容疑者の逮捕が彼らにどのような影響を及ぼすかは、 今後の展開が注目されます。結論。伊勢谷祐介容疑者の逮捕は、ジャニーズファンの間に不安と懸念を広げています。特に、中島健人さんと平野志耀さんが共演したドラマ、末光警察ミッドナイトランナーの DVD 化に対する期待と願望が高まっています。ファンは、彼らの熱意や努力が詰まったこの作品が、お蔵入りにならないよう絶望しています。 また、彼らの健康やメンタル面にも気を配り、悪影響が及ばないことを祈っています。今後の展開に注目が集まり、ファンと共に俳優たちの未来に幸福が訪れることを願っています。